今日は江戸時代のお姫様がたしなんでいた折り紙を紹介しようと思います。奥向きの道具といって、 お姫様の持ち物の中にこういったものが残っていて、糸入れだと言われています。糸入れ、例えばお裁縫の時に使う糸をこう巻いてここに入れていたんじゃないかとか、糸くずをここに入れてこうゴミだとわからないように丁寧にしまって後で捨てるとか、あるいはもしかするとお琴の替え用の弦を入れたのかもしれません。糸入れという名前で知られています。博物館に行くと時々これが展示されていて、折り方がわからないんですよ。展示だけこういう形の完成品だけが展示されていて、でも明らかに布じゃない紙を折って作られているので、私これがどんな風に折られているのかすごく気になって仕方がなくて、完成品を見て自分で必死で折り方を考えました。今日はこの折り方を紹介します。2種類あります。こっちは紙の表側だけの色が出ます。こっち側は紙の裏側が出るようにできています。こっちはハサミを使うんですけど、まあちょっとまずはこっち側を、基本のこれを折ってみます。正方形の紙を半分に切ります。この半分の形だけで長方形から折ります。最初ね、この長方形から折るっていうのを思いつかなくてかなり苦労したんですよ。まず真ん中に線を入れます。折り目をつけたら開きます。それから両脇から折り寄せて、こうなりました。そうしたら半分に折ります。折り目をつけたら開きます。裏返して真ん中に折り寄せます。よいしょ、こっちも折り寄せます。そしたらまた裏返してここをここに折り寄せます。こっち側もここを折り寄せます。よく合わせて、きれいに合わせて折り寄せます。そうしたら今度はここをここに折り寄せます。こっち側もこうします。そうするとこんな感じになるんですけど、そしたら一度開いて、開いて、ここが真ん中です。真ん中の線に合わせて、こうして、この部分だけによく折り目をつけます。開きます。この部分だけです。こっち側も真ん中の線に合わせて、この部分だけ、 1,2,3,4 真ん中です。そしたらこっち側もやります。こっち側も
それから今度ここにも線をつけます。この線に合わせてこうです。開きます。ここにもつけます。開きます。ここにもつけます。この線に合わせて開きます。こっちもこの線に合わせて斜めの線をつけて開きます。これが分かりやすいように、よいしょ、てん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 、こういう谷折り線をつけてください。両側につけます。ここが真ん中です。そしたらひっくり返して、この折り目の通りに畳んでいきます。さっきつけた折り目の通りに、さっきつけた折り目ですね、さっきつけた折り目の通りに畳んでいきます。よいしょ、ですか、こうです、こういうふうに。こっち側もさっきつけた折り目の通りに、よいしょ、畳んでこうなります。そうしたらもうこの形ですでに箱にはなっているんですけど、ここに模様を折らなくてはいけないので少し細工をします。ここに指を入れて、この袋を潰すのですが、こうよく真ん中に合わせてきれいに潰します。ここまでですね。こっち側だけ折り目をつけます。そしたらこうして、今度はこの紙を引っ張り出して、よいしょ、この袋に指を入れて潰します。きれいに真ん中を合わせて潰してください。立ち上がります。よいしょと、こうしたらここを開いて、この真ん中も潰します。そうしたらこのひらひらをここに合わせております。こっちもここに合わせます。そうしたらこの1枚を本をめくるようにめくって、そしたら今度はここです。この辺をここに合わせて、よいしょって折り上げます、ね、よいしょ、で折り目をつけました。そうしたらこの角のこの線ですね、この線を山折りにして立ち上げます。よいしょ、こうです。
そしたら、よいしょ、倒して、倒して、折り目をつけて、ここです。ここに袋ができているので、これを潰します。よいしょ。きれいに真ん中を合わせて潰さないと、いびつな形になっちゃいますけれど、よいしょ。潰しました。これを両方やります。こっち側も本をめくるようにめくって、今度はこの辺を立ち上げて、この斜めの線を立ち上げて、よいしょ、この袋を潰します。これで花菱が片方できましたね。こっち側も同じようにやります。そしたら、この袋に指を入れて潰します。ここを立ち上げて、こっち側に倒して、今度はこの紙を引っ張り出します。よいしょ。そして同じように、左右同じように潰します。そうするとここが立ち上がります。真ん中に指を入れて、この三角を潰します。そうしたら、これを真ん中に折り寄せ、こっちも真ん中に折り寄せます。そうすると、本のようにこんな風にひらひらができますから、まずこっち側を本をめくるようにめくって倒したら、今度はこの辺をここに向かって、よいしょ、1枚だけ折り上げます。そうしたら、この線を、この真ん中の線を立ち上げて、よいしょ、立ち上げて、よいしょ、この袋を、よいしょ、ちょっと指が入りにくいですけど、こうして潰して、よいしょ、潰します。できました。そしたらこっち側も同じですね。本をめくるように、この角をめくって、めくったら、今度はこっちの辺をここに向かって立ち上げます。そしたら、この線を山折りにして立ち上げて、よいしょ、倒して、倒して、そうすると、ここに袋ができますから、指を入れて、よいしょ、潰してください。できました。これで花菱の形になりました。そして、こう開くとですね、ここに出っ張りがありますでしょ。この出っ張ったところを、こっち側のこの隙間に差し込んでやると、糸入れの完成です。